ごめんだよ、ごめん、怖い。1位の方、お願いします。超楽しみ超1位超着替える、超ワクワク、超にゃんにゃん、にゃんにゃん僕たちが超じゅだかわいい、頑張りました。オリタ見てる、見てるよ、すごい見てるよ。かなきゃ今日目指し去っておりますけれども、はいはい、本日やる企画はその2コーディネートをしよう。はい、今日はですね、事前にみごうさんの方で1人1コーデ分、そのちゃんに合うコーデを私たち選んで購入してきたので、はい、そのコーデを着てもらって、そのちゃんにどれが一番自分に似合うかとか好きかっていうのをジャッジしてもらう。ジャッジ、ジャッジしてもらう、そんな企画でございます。頼むよ、はい、お願いしますよ、そのちゃん任せてください。おー、うちらが選んだやつはまだ知らないもんね。そうだ、そうだね、見てないからね。そうなのよ、そのちゃんのね、普段の系統的に姉ちゃんとよく分かってんじゃないの。確かに、確かに。まあでも、まあどうしたどうした、え、何があった今。初時代始まりました。ひらまつまだかな。横揺れとかしちゃって。横揺れできるようになりたくない。横揺れできそうじゃね。ガチでやってやってね。え、服選ぶの楽しかった。それな。いやいや、あれ切り替えやばい。ね、ごめんね、切り替え。マジで最近やばいの。喜怒哀楽激しすぎてさ。うそ、なんかさっきまで笑ってたのにめっちゃ泣いちゃったり、さっきまで怒ってたのに笑っちゃったり、やばいの。え、言ったん。でも確かにちょっとあるかも。うん、喜怒哀楽顔、全部顔に出ちゃう。だから今、綺麗よ、綺喜怒哀楽の綺麗。それ報告する人いるの。彩花とかあんま分かんないかも、喜怒哀楽。やっぱ分かんないのかな。彩花、分かんない。彩花ずっと一緒だもん、うん、そう、なんか悲しんででもこう笑ってる。そう、NBTI で調べて、で、なんか喜怒哀楽がはっきりしてないって言われたの。私 INTP 出てきて、あれ、はっきりしない。いや、嘘だよ、この野郎、バカ野郎と思ったの。めっちゃ多い。ゴロいいな思ったんだけど、でも、そう、もしかしたらじゃあそう合ってんのかもしれない。え、確かに。ガチ分かんない。うん、キだよ、うん、ずっと笑ってる。じゃあ、キだね、うちもキだ、うん、キだよ、うん、ドッキー、ドッキーだよ、あれも。ランニングクラブ映ってないのよ。え、クソ、ランニング、あー、きっと、はい、ピクルスト。じゃあ、じゃあいいですか、ソロちゃん着替え終わったみたいので呼びましょうか。はい、ソロちゃん、待って、かわいい、かわいい、やばい、やばい、めっちゃいいよ、え、やばい、めっちゃかわいい、激かわいい。ニュージーンズだ、あんた。もうニュージーンズだよ、ニュージーンズ、かわいい、お前も加入だ、うん、いいですか、前に。おお、めっちゃいいじゃないですか。かわいい。いつもはあんまりスカートを履かないから、ちょっと新鮮。おお、履かないんだ。新鮮や、めっちゃ似合ってるよ。かわいい。結構いつも着る系統だった。おお、じゃあこれを選んだ人はよく分かってる人ってことね。分かってる。誰だよ、選んだの。確かにね、え、感じだった。そこそこ、じゃあもう最初から結構評価は高めということで。素晴らです。おお、素晴らで、嬉しいコメント。おお、はい、それでは早速2つ目のコーデ見ていきましょうか。はい、せーの、そのちゃん。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛い。待ってるよ。お姉さんにも顔見せて。あら、可愛い。可愛い。可愛い。可愛いじゃないですか。似合うよ。おお、どうですか、そのちゃん。このメガネが。なんかいつもは白と黒ばっかりだけど、なんかカラーもの全然着ないんだけど。確かに。なんか本当に初めてぐらいこんな赤い。ええ。初挑戦。おお。いいね。似合ってる。めっちゃ似合ってるね。うん。そのちゃんって学力テストしてたっけ、超重大。いや、してないね。ない、うん、え、ダメダメ、もう1位だからもう、ね、頭良すぎて上がっちゃうから、平均が。あ、なるほど、確かに。ダメ、ダメ、本当に。え、ねねちゃんどんぐらいだった？ね、うん、真ん中ぐらいかな。え、どっちだった？最下位。それも、うん、あ、それ、ごめんなさい、ごめんなさい、なんかごめんなさい、ごめんね、ねねちゃん。
ごめんね、申し訳ないわ。あ、ダントツだよね。やっぱ、ね、やっぱり同レベルに見える。そりゃ思ってましたね、今ね。いや、じゃあ、ね、決まってるみたいな、うん、言ってたよ、今。どうなの、物申した方がいいんじゃないの。これは、あ、第2弾やらないと。いや、やらない方がいい。ちょっとやらない方がいいんじゃないか。どうするの、はっきりしろ、白黒。あらかじめ範囲伝えておいて、勉強して OK にしたらどうなる。え、めっちゃいい。変わる、変わる。勉強か。それは、私取れます。うん、勉強できるので、やっぱりいつもあの勉強し、せーの、さあなちゃん、わっ、うわっ、わっ、おー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 、あ、もうカンドルだわ。ね、カンドル。かわいい。エスパ加入だわ、これ。でででで、加入だ。わーおーいえー、かっこいい。めっちゃいいやん。どうですか、平松さん。なんか、ちょっとでもぽい。おお、普段のってこと、ね、普段っぽい感じです。トレーロンの人はめっちゃ、あれですか、わかってますか。わかってますね。あ、そうなんですか。だらやん。でも人狼系好き。人狼え、楽しかった。楽しかったね。あの普通の人狼も楽しい。バカになってガチでやる人狼、あれね、うん、楽しい。あれもやりたい。ちょっとガチなやつ。ガチなやつやりたい、ね、夜とかで暗くしてやりたい。あ、いいね。あれ面白かった、学校でやったやつ。いなくなったやつね、どんどんね。そうそうそう、まだね、このメンバーでしたことないから、ね、全員の人に。そっか、そう、だからやりたい。ごめんだよ、ごめん、うわ、うちだよ、ごめんね。ガチで、あれ面白かった、本格的で。いいね、いいね。ラスト、4コーデ目、呼び込みましょうか。せーの、さあなちゃん。これめっちゃ似合ってますね。かわいい。新鮮コーデです。かわいい。かわいい。全部似合っちゃうからね。かわいい。すごい。迷うね。でももう決めなきゃね、そろそろね。そうだよ。そうですよ。1位は誰？あっ、すごい。自分の分かんないからね、ルリちゃん。ルリちゃん、自分の分かんないからね。そうね、言ってもみたいな。ルリちゃん、ルリちゃん、あつね。だっけだっけ。うわぁ、どうしようかな。決まってる？いや、3位から。本当決まってる？じゃあ呼ばれなかったら良い。良いだね。ショッキン。ではそのちゃん、2位は誰ですか？2位はこれでーす。やったー！待って、すごい。うちさ、本当自信なかったの。なんか頭こんがらがって、ありがとうね。嬉しそう。うちもね、4位だと思ったからね、端っこでずっと黙ってた、さっきから。口数少なかったの？うん、まず自信なかった。やった。めっちゃいいね。ちょっと決め手は何ですか、そのちゃん。なんか2位の。はい。いつもの感じじゃなくて、うん、どっちも。なんか、うん、新しい感じ、逆に。が新鮮で、2位です。イエーイ。すごい。かわいい。じゃあもう早速なんですけれども、1位の方お願いします。1位は3番目です。3番目です。3番目です。やったな。やったやった。あの、一番始めないでもらっていいですか。今、あの、いいですよ。ちょっと止めて。あら、気が薄れた。そう、薄れた。薄れた。あー、むせーしな。すいません、今喜んでた。見えてた？え？めっちゃ喜んでた。見てた？記憶がない。あー！見ろよ、ちゃんと。見てたよ。ありがとう、言った。うちら言ってた。2だ。ありがとう。あの、決めてね、決めて。なんか、あ、これが一番なんか自分っぽいっていうか、確かに一番良かったです。ドキュン！やばい！ドッペショー、うん、そうなの？好きな感じだった。本当に？好きなテイスト。確かにぽかったね。
そう、なんかね、意外と普段から着てる服になんとなくちょっと似てるとこあるなとか思って、でしょでしょ？似てる。思ってて、で、なんか個人的に、あ、これ可愛いと思ったら、あ、これそもちゃんめっちゃ着てほしいと思ったのがトップスで、そこのトップで送ったんで、めっちゃ嬉しいです、それは。ね、嬉しい。ありがとうございます。やったー、ありがとう。素晴らしい。じゃあ、一応ね、はい、3位の方、誰か聞いてもいいですか？わかんないか、まだわかんないか。誰、はい、誰の、はい、誰誰の4位、3位と4位、込みで1、2番の方です。言い切った、そのちゃん偉い。あっさり。あ、わかった、やっぱり1番、2番は記憶が薄れてるんだ。違う、違う、それでね、